結婚になります。なので、子供たちが一人だけですね、今日は子供でも大丈夫かな、はい、結婚についてですけど全然大丈夫だと思います。これからのことだと思うので、結婚と言いますと最近は前よりは少し複雑になっているような気がします。皆様はどうでしょうか。昨日ですね、実はアメリカの方で最高裁判所の方で同性結婚が合法されました。というのはアメリカ50州あるんですけれども、その50州の中でどこででも同性の人は法律的に結婚が許されていますというふうに決定されました。で、これがどういう意味を持つかというと、ある花屋さんをやってる人がですね、実は同性結婚には同意できませんということで花をその結婚式には売りませんって言ったんですね。したら法律的にそれが禁じられていたので店を閉めることになってしまったという、そういう事件が先月アメリカでありました。なのでここ10年20年後にはこの日本にもどういうふうにこの結婚観に関して変わってくるのか、多分結婚自体が形がまた変わるかもしれません。今日はちょっと同性結婚についてはテーマを扱いませんが、まあ機会があったらぜひこれについてちょっとセミナーなどもやりたいと思っています。ちょっと今日はまあ結婚がテーマなので、最初にこの日本での結婚観、そして今の現状はどうなのかを少しチャート2つぐらいを用意してきました。今ですね、日本はどれだけの人が結婚していて、どれだけの人がまだ結婚してないのかのチャート、一目で分かるチャートなんですが、実はこれはまだ結婚していない未婚率を表しているグラフであります。未婚率、つまり25歳から29歳の男性のうちにまだ結婚していません。2010年度を見ると72%がまだ結婚していない、まあ、その中に入っている方々いると思います。まだ若いのでね、まだ若いので結婚してない、 OK。 でも30から34歳、私もこの中に入りますね、あの中の人が約 47.3% の男性陣がまだ結婚していないそうです。なので、まあ、半々ぐらい。そして50歳を過ぎた方の中で、男性の中でまだ結婚を一度もしていない未婚の方が 20% を占めているということが分かります。で、この人数というよりもこのグラフのこの上がり方を見てください。この急上昇している。で、このままいくとあと30年40年もするとこの数字はもう 70-80% に至るかもしれないということなんですね。ちょっと女性の方を見てみますか。大体同じ感じで上がってます。女性の25歳から29歳、前だったら結婚しているはずの人が多いんだけれども、今は約 60% の女性の方はまだ未婚であるというふうに。で、日本の現状ですね、これが。で、なぜこれだけ結婚をしないのですかというアンケートをしたところ、トップ3がこういう理由がありました。人生をもっと自由に生きたいという理由があります。縛られたくない、そして結婚に幸せを見出せないというのが2番目の理由でありました。そして3番目の理由としては、経済力がまだ安定してないので私は結婚できません。まあ、日本全体的に見ると正社員でない人、まあ、派遣とか契約社員が今2000万人の時代だと言われています。なのでまだ結婚するには経済力が安定しませんという理由があります。じゃあ実際に本当に結婚したいのかというとですね、日本版総合社会調査によると2万2000人にアンケートをしたところ、本当に結婚して幸せになれると思いますかという質問に対して、女性、まあ、20歳から89歳の男女に聞いたそうです。2万2000人に 60% の男性が、はい、結婚すると幸せになれます。そして 50% の女性がそう答えたんだそうです。多分その次のチャートだったかなと思うんですけど、なんといっても男性女性の幸福は結婚にあると答えたのは、まあ、ここが男性は 60%、 ここが女性はまず 50% くらいがそう答えたんだそうです。はい。で、見ると日本ではもう結婚いいやという思いもあれば、やっぱり結婚は幸せになれるので捨てきれないっていうのが人たちの本音かなという日本の現状だと思います。で、今日の箇所を、私たちが読んだ箇所を見ると、現代には失われつつある本来の結婚観について見ることができます。なので今日の箇所を通して、
本来結婚の姿とはどういうものであるのかをもう一度確かめていきたいと思います。題名に戻して大丈夫だと思います。はい、じゃあ神様が創造されたところから見ていきたいと思います。神様がこの世を創造された後に、これはいいね、これを良しとされた、とてもいいですね、人間を作った後もこれも良しとされた、その後に初めて2章18節に来て、被造物を見て何か物足りないって言ったんですね。2章18節で人が一人でいるのは良くないって言ったんです。すべて作った後にいい、すべてはいいね、しかし人が一人でいるのは良くない。皆さん考えてください。先週も仕事自体は私たちが罪を犯す前に仕事はすでに与えられたものである、呪いではないということを話しましたね。この人が一人でいると孤独になるということもそうなんです。実はなので私は一人でも全然寂しくありませんって言った方が人としては異常だということなんです。これ神様がもともと人は一人でいるようにデザインされてないということなんです。一人でいるのは良くない。なので22節を見ると人類初の結婚式が挙げられます。皆さん22節ちょっと見てください。面白いと思うんですが、面白い発見があると思います。この一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられたというところがあります。でこれをですね、どういうふうに見るかというと、皆さん結婚式でお父さんが新婦の手をこうやって腕を組んでですね、前のバージンロードを歩きますよね。そして男性のところに新郎のところまで連れてくる、そのところが、その結婚式の原点がこの22節にあると言われています。神様は女を作り、その女を人のところに連れてこられた結婚式、初めての結婚式がこの22節に書いてあるということです。つまり結婚そのものが神様が作られた制度だということが分かります。神様のアイデアであったと。それを通して人は人生の最大の喜びを感じることができる、そして重要なのは人生を一緒に歩み満たされることができるように結婚を神様が与えられたことが分かります。なので今日の箇所を中心に2つのポイントを見ていきたいと思います。皆さんのアウトラインを見ると2つのポイントが出ていると思います。1つ目は、2人は互いを完成させるパズルピースであるということが分かります。今日の箇所を通してみると22節で神様が女のエヴァをアダムに連れてきた、その時にアダムの口から歌が飛び出るの、弾み出るの分かりますか。23節に出ますけれども、アダムの口から歌が、ラブソングが出るんですね。これカッコになってますね、ラブソングなので。これはい、これこそ今や私の骨からの骨というふうに歌が飛び出るんです。でそれを見るとどういう意味かというと、これ見るとこれこそ今やってなってますけれども、皆さん今新改訳聖書を持っている方は今やというところに星マークが実はついてるんです。この今やというところに、これ別の訳がありまして、これ日本語でついにという単語なんです。この新改訳を見るとここに星マークがあって、その下のコメントのところについにという訳が載ってあります。英語で言うと at last、 ESV だと at last とか finally、 やっと見つけたぞっていうことです。これこそついにアダムがエヴァを見て初めて歌ったことは finally、 やっと見つけたぞという意味なんです。皆さん20節を見るとアダムが動物たちすべてに名前をつけますよね。そして20節の最後にこういう言葉があるんです。しかし人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。だから犬とどんなに仲良くても、まあ、人生のパートナーにはなれないということなんです。満たすことができない。アダムがエヴァを見た瞬間についに finally、 私はずっとあなたのような存在を待っていたんですよの、その23節で歌っているんです。歌がこう続きます。23節見ましょう。私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。皆さんちょっとこれラブソングにしてはちょっとおかしくありません、歌詞が。私の骨からの骨、私の肉からの肉、どういう意味なんでしょう。これ皆さん
もしですよ、本当に男性の人が道端で女性をナンパしていたとしましょう。そして、あなたはお姉さん、私とそっくりですねと、私の骨からの骨、私の肉からの肉っていう、そんなセリフを言ったらうまくいくでしょうか。多分うまくいかないと思います。これちょっとどういう意味なのか見てみましょう。これ実はですね、こういう意味を持っています。私はあなたを見つめながら自分を見つめているようですという意味なんです。これは私の骨からの骨、肉からの肉、私はあなたを見ることによって自分も知らなかった本当の自分を発見するようです。 In you I have found real me、 そういう意味を持っているんです。だから自分にあまりにも似ているので女と名付けたとあります。ヘブル語で男の人をイシって言います。イシ、そして女性をイシャって呼んでるんです。イシに A をつけただけでイシイシャ、私にもあまりにも似てるんで、それほど直感的に一体感を感じた、直感的にその完全性を感じたということです。エヴァに会った時に。で、面白いのが18節を見るとこう書いてあります。人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう、神様がおっしゃるんですね。このふさわしいという単語が18節に出てきます。ふさわしい、この単語を見るとヘブル語で別の意味があるんですね。別の意味はどういう意味かというと反対のという意味があるんです。反対の、英語で the opposite。 パズルで言うと形の違うもう一つのピースだという意味を持っているんです。私一人では人生のパズルを終わらせることができないんだけれども、しかしあなたが私の人生のパズルを完成させてくれることのできるもう一つの片割れであると、 You're my other half という意味なんです。そういう意味を持っている、ふさわしいという意味は。なので夫婦っていうのはそういうものなんです。すごく似ているようでどこかが違う、性格も違う、しかしなぜか2人が形が違うパズルを持っていて、2人が一緒に集まって互いを完成させることができるという、このジャストフィットするという意味を持っているんですよ。皆さん、私の夫婦を、まあ、チャミがいないので気楽に喋れると思います。チャミと私を見るとこの似ているようで似てない、そういうところが結構あるんですね。例えで言いますとこういうところあります。私は買い物に出かけると、だいたい物を買うお金だけを持っていきます。それを買うためのお金だけをポケットの中に入れていくんですね。なのでその日何かがセールが大セールをしていた、買えないんです。買い物する分しかキャッシュを持ってきてないんです。そういう性格なんですね、私。で、誰かとランチに出かけるときもだいたいランチを食べるお金だけを、キャッシュを3000円とかを持っていくんですね。すると何か良いものが道端であっても買えないんです、実は。まあこれがお金を使わないコツでもあります、私の。でもチャミは全く別の性格を持っている。チャミは僕よりはるかに寛大な人です。この前、バーベキューを用意したりとかランチを用意するときも、買い物に行きますと余分に買うんですね。で、私が見るにはこれ無駄遣いだよ、彼女にとっては問題になります。これ残ったら分け合えばいいんだと。で、彼女は全然それを損とは思ってない。不思議ですね。神様がそういう私たちを、ジャストフィットするように結婚させてくださった。でも皆さん考えてみてください。もし私たちが全く同じ性格だったとしましょう。すると、他の人から見、他人から見れば、めちゃくちゃ見苦しいですよ。なんだあの夫婦は、なんであんなケチってるんだと。でも不思議に神様は、こういう違う性格の二人を合わせてくださった。違うパズル、違う形をしたパズルを合わせてくださった。なので夫婦は男女なので違うんです。考え方が違うんです。で、一人はシャイな人かもしれない。で、もう一人は社交性の良い、積極的な人かもしれません。あと一人は休みの日には絶対に出かけなきゃいけない。多分チャミがそうかな。絶対に出かけない。遊びに行かなければならない。私は休みの日できるだけ何もしないのが好きな人なんです。しかしこれ絶対ぶつかるんですよね。形が違うので反対だということです。で、結局私たちがたまに思うことは、私結婚相手を間違えてしまったと。I married the wrong person。 これよく思うことなんですね。でも男女の結婚であるならば、これ必ずぶつかるところあるんです。もともと作りがそうだということなんです。神様のデザインがそうだということなんです。私たちは形が違うピースなので、互いをそのジャストフィットすることができる、パズルを完成させること
できるように作られていると。ティム・ケラーという牧師がこういうふうに言ってます。結婚について、結婚は今まで自分の中に見えなかった自分の足りなさを拡大し発見させてくれるものであると。意味わかりますか？自分の中に今まででは全く見えなかったことが拡大されて、その弱さ足りなさなどが拡大されて発見されるものであると。皆さん一人でいるときはですね、私結構いい人だなと思うときがあります。結構いいね、全然もう愛深くて忍耐強い人だな。でも結婚2年前に入りながら、これだけ私が怒りっぽい人なのか気づくものなんです。そう、自分一人でいたときは私すごく良い人なんですと思うんだけど、結婚してからこれだけひどい人間だということに気づく。で、結婚は自分の本当の姿を、さっき言いましたね、私の骨の骨、肉の肉、自分の姿を結婚を通して見つけることができるという、そしてこれが結婚のポイントでもあるんですよ。結婚は自分の一番身近にいる隣人をどれだけ愛せられるかが試されること、そしてそれを通して成長することなんです、結婚は。なので今日の箇所18節に戻ると、神様はエヴァをアダムの助け手として作られた。アダムの足りないところを補わさせるために、そこを埋めさせるために助け手として作られた。でこれを見るとですね、よく、あ、女性の方がなんだ、男性は主役で女性は脇役なのか、そういうふうになんだこれ差別じゃないかという方もいるかもしれません。しかし聖書が明確に言うには、あ、これは役目の違いです、これはジェンダーロールにおいての違いであって、これは差別ではありませんと言います。創世記1章27節を見ると、神様が人を神の形として作られた、男と女とに作られた、平等に作られたことが書いてあります。しかしそれと同時に聖書は男女は違う役目が与えられていると言います。エペソ5章23節にこう書いてあるんですね。キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫はですよ、夫は妻の頭であるからです。これは男性の方が優れているということよりも、その役目の方を指していっています。皆さん考えてみてください。夜中の1時にですよ、誰か皆さんの玄関を叩いていたとしましょう。ものすごく強くバン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 って叩いたとしましょう。そして旦那がその起きて、あ、妻にこう言うんですよ、ちょっと出ておいでよ、ちょっと出てって。皆さん女性の方が行くべきですか、夜中の1時に玄関のドアを開けに。これ大体男性の役目なんですね。女性には大体行かせません、その時間帯に。これ女性ができないというわけではありません。しかし役目が違うということなんです。男性には家庭のリーダーとしての役目が与えられている。で、女性の方がはるかにその優れている部分もあるんです。ジェームス・フリン学者がその世界で北アメリカ、そして南米、ヨーロッパの数カ国で男女の IQ を調べたところ、平均的には女性の方が IQ が高かったというふうに結果が出ているんだそうです。学力においてもその女性の方が学ぶその吸収力があるというふうに実験の結果が出ているんだそうです。そして何も男性が言えないのは、女性の方が寿命が長いということ、 6.5 歳男性よりも長いんだそうです、この日本では。なので、まあ、優れている部分というよりは、私たちは違う役目が与えられているということが分かります。男性には家庭のリーダーとしての役目、そして女性はそれをまたサポートできるように神様が役目を与えられた。これが私たちが信じている創造の秩序であります。形が違う、私たちは性格が違う、しかし互いに助け合い、一つのパズルを作っていく。なので、まあ、一番目のポイントは、違う形をしている男女だけれども互いを助け合い一つとなっていく。そして二番目のポイントをちょっと見ていきたいんですが、二番目のポイントは一体です。その日本語の聖書の中には、男女は結婚をして一心同体になるという単語を使っています。24節を少し見てみましょう。24節を見ると、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、2人は一体となるのです。この結び合いという単語は直訳するとその
人が紐で結ばれる、私たちは一生涯ほどけることのない紐で結ばれた関係なんですよという意味を持っています。これは聖書には契約をするときとか制約をするときに使われる、結び合われるという単語で使われています。男は結婚する前は、まあ、父と母と一番仲が良かったかもしれない。しかし結婚後にはその忠誠が妻の方に移るということを言うんです。皆さん分かりますか？私のお母さんと私の妻が喧嘩になると私は誰を応援すべきなのでしょうか？あ、この24節によれば、皆さん答えられますか？私のお母さんと妻のチャミが喧嘩になってしまった、私はどっちの手を、どっちと手を組めばいいのか。手を組むというのも表現がおかしいけれども、この24節によれば確かに お母さんを捨ててはならない、捨ててはならない、だけれどもその夫の優先は妻の方に移るんだという意味を持っているんです。父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。なのでこれを使徒パウロはエペソ5章31節でこの夫婦のこの全く同じフレーズを、その夫婦は一心同体となりますというふうに日本語聖書では表現をしています。一心同体の心が一つとなり体が一つになるものなんです。この意味を少し、一心同体の意味を見ていきましょう。体がまず一つになる、いい聖書箇所があります。皆さんのアウトラインに聖書箇所ありますけれども、第一コリント7章3節から4節、体が一つになることについてこれが説明をしています。第一コリント7章を見ていきます。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。これはまあ仕事とか家事をやりなさいという義務もありますし、性的な欲を満たしてあげなさいという意味としても捉えることができます。3節、そして4節に、妻は自分の体に関する権利を持っておらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持っておらず、それは妻のものですというふうに言っています。この箇所をしっかりと理解をしていればどういう意味かというと、互いに体の所有権を共有するという意味を持っています。妻の体が私のものであり、私の体が妻のものでもあるというふうに、互いにそういうふうに共有するものであると。で、私4年半前に結婚しましたけれども、結婚して新婚旅行に行ってから帰ってきたらちょうど3月の1週目だったんですね。2011年度の3月の1週目、そして数日後に日本の大震災がありました。で、その直後に私その時に韓国ソウルに住んでいましたけれども、教会の方で被災地に行く牧師いませんかというふうに探していたんですね。で、当然日本語のできるこの私を指名したわけです。教会で新婚旅行から帰ってきて2日経って、日本行きませんかというふうになったんですね。で、その時に私は結婚したばかりの妻に聞いたんです。仙台に行ったり、ちょっと福島もちょっと近いところに行くんだけれども大丈夫かなって聞いたんですね、妻に。したら妻の答えがこう返ってきたんです。ダメって言っても行くんでしょってそれを僕はイエスと受け止めて、日本に行ったんですけども、だいたいその結婚をすると自分の体は自分の体だけではなくなるという意味を持っているんです。わかりますか？私7月の3週目にネパールに行くことになっていますけれども、ネパールの被災地に入っていきます。聖書が言うには、結婚をすると自分の体についての権利は私だけのものではないというふうに言ってるんです。これは妻に聞く、しっかり聞く必要があるということなんですね。で、当然ネパールのことも彼女はどうせノーって言っても行くんでしょって言われてまた行きますけど、それをイエスとして受け止めてます。皆さん、バンジージャンプをする前に必ず、妻の同意を、夫の同意をもらう必要があるということなんです。これを見ると自分が権利を主張することができない、それは配偶者のものである。そしてエペソ5章28節でも、夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。配偶者の体をまるで自分の体のように愛しなさいという意味なんです。これが体が一つであるという意味なんです。私たちは
別人、他の他人ではなくて一つであるということ、そしてもう一つその中で心が一つになる、一心になること、どういう意味を持っているかというと、一つのちょっと例えを言いながらこれを考えていきましょう。去年ですね、今年の初めですかね、多分去年だったと思います、天野博さんがノーベル賞を受賞しましたね。皆さん天野博士ってご存知ですか？名古屋の大学の科学ノーベル賞をもらったんですが、彼の生活をそのニュースで取り上げたんですね。どういう生活を天野さんはしているんだろう。あしたら朝7時に大学の研究室に入って、家に帰るのはだいたい夜の11時から12時、それをなんと月曜から日曜日までやってるんです、休みなく。でこれをですね、1年間に休める日はほとんど4日か5日ぐらいを持って、彼はほとんど研究室で生きてるようなもんなんです。天野さんすごい方ですね、まあ、ノーベル賞を取ったからいいんですけどね。でその反面、妻はどうしてるんだろう、奥さん何してるんだろう、これだけ研究室でに引きこもってる旦那がいるんであれば。したら妻のことをニュースで取り上げたんですが、数年前から、多分5、6年ぐらい前から、彼女は自分の夢を追い、ロシアに飛んで日本語の教師をやっていると。でそのノーベル賞を受賞した時に2人が集まって、そのスウェーデンに行ったと思うんですけれども、インタビューでこう答えていました。まあ今離れ離れなので喧嘩もせずに、まあ、そんな感じで互いを支え合っていますよと。でこれを見ながら私ちょっとびっくりしたんですけれども、聞いていると何か2人とも自分がやりたいことを今やっている、夢に向かって走っているなんだけれども、全然2人の人生は交差していない、クロスしていない、平行線をたどっている。妻は自分なりに、まあ、夢を叶えて日本語教師を外国でしている。そして旦那さんは毎日のように研究に励んでいる。皆さん最近ですね、このこういう価値観、こういう結婚観が実は現代人の中には現れている部分でもあります。だいたい結婚するときに Don't touch my life, I'm not gonna touch your life either、 そういう感じ、私の人生に触れないで、私もあなたの人生触れないから、まあ、別々に、まあ、パートナーシップを持って生きようよ、そういう傾向を持つ時があるんですね。でニューヨークタイムズで数年前にこういう記事があったんです。ニューヨークタイムズの記事の内容をこういうふうにまとめることができます。今日の結婚関係では、最近の結婚関係では、人々は自分たちの人生をもっと愉快にしてくれるパートナーシップを求めている。そしてそのパートナーシップによって自分が望んでいる目標を達成することを、まあ、望んでいる。だから結婚もできれば手間がかからない相手を探して結婚するんだそうです、まあ、できれば結婚して自分が夢に向かって前進できるようなそういう相手を見つけると。そしてできれば自分を変えない人を見つけるんだそうです。自分のキャリアも、そして趣味生活も、何もかも自分を変えてくれない相手を求めて結婚相手を探すんだそうです。だから新聞記事でも言ってるんです、だから現代人には結婚相手を見つけるのはそれほど大変であると。皆さん一緒に考えてみてください。聖書が語る一心同体、どういう意味を持っているのでしょうか。心が一つになり、体が一つになるということ、一緒に人生を、二つの道をそれぞれ歩むのではなく、一つの道を一緒に歩むということなんです。そういう価値観なんです、聖書が教えているのは。この意味が皆さん理解できますでしょうか。そしてまた夫婦が一つになったときに、喜びがもたらされる、人生が満たされるというふうに聖書が約束しています。皆さん、夫婦が一つになったとき、家庭に安定感が現れます。そして夫婦が一つになったとき、子供たちも健全にその良い環境で育つことができます。そしてこの社会にも安定感が現れてくると思います。それは男女が一つになったとき、家庭が強く築かれていくときだと思います。聖書を見ると、神様と私たちの関係をよく結婚している関係というふうに表現するんですね。旧約聖書を見ると、神様は忠実な
夫である、誠実な夫であるイスラエルは他の神々偶像を拝むような本当に浮気をする妻のように表現されています。そして新約聖書に来るとイエス・キリストが花婿であり、私たち教会、私たちのことを花嫁だと呼んでいます。それだけイエス・キリストは私たちと一つになることを願っておられる、そして私たちはイエス・キリストと一つになった、そういう関係を新約聖書が表しています。そして今日の24節を見ると、男は父母のもとを離れて妻と結ばれるというように、イエス・キリストが新約聖書を見るとそれを実践されるんです。ヨハネ1章を見るとイエス・キリストは父のもとを離れこの地上に来られたというように言っています。その理由としては私たちを引き戻すために、私たちを自分に連れ戻すためにこの地上に来られた。しかし人々は変えて言えば、教会、私たちがそのイエスを拒否し彼を十字架につけてしまったというふうに言っています。私たちと一つとして結ばれるために来たイエス・キリストを私たちは十字架につけてしまった。そしてマーティン・ルターが言うように、歴史上最も尊厳ある行為、イエス・キリストは十字架の上で私たちの不誠実なことを全て見ておられたにもかかわらず、最後まで十字架にとどまってくださった。自分の利益を求めず、自分が醜くなっても私たちの利益を求め、私たちに利益を得させ、そして私たちが神様の前で美しくなれるように、イエス・キリストはその本当の花婿の本当の夫としての愛を私たちに見せてくださったと聖書は言っています。そしてそれと同時に聖書は言うんですね。皆さん、夫たちにこう言います。イエス・キリストが教会のために自分がこれだけ犠牲にして十字架の上で死んでくださったように、夫、あなたたちは妻をそのような愛で愛しなさい。そして妻たちにはこのような夫に対して従い、助けてあげなさい。二人は一つとなり、互いの人生を完成させていきなさいというふうに聖書が教えています。皆さん、なぜクリスチャン夫婦がですね、喧嘩をしても立ち直れるかご存知ですか？なぜ、まあ、告白しますの、本当にチャミと私も最近なんかよく喧嘩しますね。でも、なぜ喧嘩をした後にも立ち直ることができるのでしょうか？それはイエス・キリストが私のような不誠実なものを許しかばってくださった、そして十字架の上で死んでくださった、それを思うと、とても許せない妻を、とても許せない夫を許すことのできる心になれるということなんです。夫婦の方々にはこのイエス・キリストの愛をその夫婦関係で実践してくださいというふうに聖書を教えています。そして独身の方々は完全な人を見つける、目標を持つよりですね、このイエス・キリストの福音を、この変わらない愛を共に知り、共に実践し成長できる人を、ぜひ見つけていくことを目標にしてください。この結婚の教えを思いつつ、少し祈りの時間を持ちたいと思います。